リリアーネ・ユーヒリリリアーネ・ユーヒリは、スイスの看護教育者。スイスのアルバウのヌスバウメンバイ・バーデンの生まれ。現在、世界で最もよく知られた、看護学者の一人。看護の実践でも教育でも、世界的に大きな影響力を及ぼしてきた、正十字家修道二会の一員で、インゲンボールの看護研究所に所属。その著作の中では常に、 全人的な看護を提唱し続けてきた。特に病による生活の一変と痛みや苦しみを伴う場面での心のケアにあっては寄り添いつつ質的な看護の技と分けても彼女は特にスピリチュアルな手の仕事を強調してきた。看護においてスピリチュアルな面を強調する著作も少なくない。彼女の主張、一般看護と特殊な看護は 1971年に刊行され、ドイツ語圏では誰もが認める、この分野の古典で、後に、看護健康の実践と理論と、患者看護と解題され、現在は、ティメ、看護というタイトルになっている。定番の看護学教科書では、日本では基礎看護学にあたる内容になっている。その間に、イタリア語版、オランダ語版も出版されている。これは、 30年来の実践をもとにしたもので、ドイツのシュトゥットガルトの医学書出版の大手、ティーメ出版社から1971年に出た、初版は、たちまちのうちに10万部を超え、現在までに数版を重ね、85万部を超えるロングセラーになっている。1995年には、出版事業財団から、今年の最も美しい本の一つに選出された。1997年、 彼女はフリブール大学進学部から名誉博士号を授与された。まだ彼女の著作の翻訳は刊行されていない。2020年11月30日、新型コロナウイルス感染症によりベルンの療養施設にて死去した87歳ボーありがとうございます。